お兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。興味ないんだね。違う、自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだマリー、このまま行かないでくれ。ちょっと、大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。
てやったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。あれ？たく、ど素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。あいつ、呼んでなきゃたまず私の声を。私が君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来るべき世界の礎となる。器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。敵だ。あとを追う。あっ、はあ、何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかよ。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ、悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。
分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。霧からは離れた方が良さそうだ。おい、さっきのを見てなかったのか。その霧に近づくだ。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。
何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。何か入ってるのか？食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。
嫌な気配がする。なんだ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。
リー。ああ、何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリ！マリー！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。守りを固めるんだ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片
た城か。疲れた。そうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。離れすぎだ。乗って助けてやれ。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。
あいつ余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。不気味な木だな。生きてる。コンビニか。何？何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな？キュウリだけ持っていてもな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。そこの2階だ。あ、懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。よし、任せろ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。
秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こう、この世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前は代わりにやってくれるか。やだよ。結界だと？マンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。ダメだ、こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押しつぶされる。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。
ださっきの石があるはずだ。探すぞ。持って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。ゆっくりしている暇はないぞ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う。見たのか？お前も見えるのか？よし、俺の言う通りにやってみろ。これは？さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって…汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。誰に囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。
あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。ここは無理だな。ちょっと無鉄砲すぎるか。